はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ナブ攻撃側やっていきましょう。そして木曜日になりましたのでコミュニティクエスト第2弾オビワンが始まっております。まあ、今回勝利ポーズはオビワンで敵を倒して200万キル、ボイスラインですね。ボイスラインの方がプッシュで敵を倒せ、プッシュを当てろが35万と少し、ね、控えめな数字になっておりますので、そちらにご注意くださいと。まあ、多分ねボイスラインの方は素早く終わってしまいそうな気がするので、単体が撃たれそうね。撃たれたな。だいぶ向こう側いる感じがするが、こっちはこっちで守んないと厳しそうな気がするね。来ているね、来るね。サンキュー。反対側固め打ちされるのもまずい感じか。あ、そしてね、1週間ごとに新しいコミュニティクエスト始まりますけれども、期限は9日間なので、ダースモールの方もねあと2万くらいですか。なのでそんなに少なくないか、あと20万くらいか。まあ、ダースモールの方もね終わっていないので、こちらをもやっていく流れでお願いしますと。反対側やっぱ撃たれそうだね。タンクが守っているけれど抜けている感じなのかな。まずいまずい、結構来てるんだよね。うわー、タンクん、待て、ナイス。はい、というわけで、まあ、プッシュもね使っていこうと。そしたら意外とねオビワンのレベル上げサボってたせいで撃たれたな。オビワンのレベル上げをサボっていたせいで、あれプッシュを強化するカードが意外とね育ちきってないという間抜けな事案がね発生したんで、これを機にオビワンもちょっとレベルを上げて、ちょっといろんな形をね、いろんなスタイルに対応していけるように。なんかいない、どこだ、レイか。ちょっとあれだな、まずいまずいまずい。どこに向かって投げている。どこに向かって投げている。そして意外とうまくいってたように見せかけて結構撃たれたっていうね。向こうリセットしてる、ちゃんと。OK。結構普通に撃たれちゃいましたね。まずいまずいまずい。オビワンの強化も図りつつ、コミュニティクエストをやっていこうという感じのナブーを送り出しております。どういう感じかな、敵の動きがちょっとまだわかんないんだよな。右に左に結構縦横無尽というか、柔軟な、なんか来てないか、あれ。一瞬ね、ヨーダちっちゃいから、そうか、ヨーダをおとりにして先に撃っていこうという流れか。ただちょっとロケラン欲しいな。ナイス、もう一機、もう一機。マジでマジでマジで、しゃがみ打ちはめんどくさい。ナイス、ごめん、ほとんどモールやってるわ。違う、これコミュニティクエスト終わらせようっていう私のね高度な戦術です。私が決してエイムが下手なわけではない。いや下手なんですけどね。追い払い追い払い、違う、
危ない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 殴られた殴られた、まずいな、撃たれるな、まずいぞ、撃たれるぞ。結構いるのか、やべえ、一発撃たれるな、あれ。くそー、そしてできんかったな。あれを拾いに来るのは阻止していく。てか、まあ、タンクは普通に見てたね。待って、逃げましょう。ボムショーは痛いと見せかけて、いなかった今。撃たれている。撃たれてた普通に。普通に撃たれてましたね。当たってないですね。内側が人少ないわけではないけれどか。ロケラン欲しいぞと。なんかいるね。大丈夫？大丈夫？って援護射撃はしてないんだけどね。やばいな、また来るな向こう。ちょっとモール追いかけましょう。今度こそモールの役に立ってみせる。こっち側から行くでしょ。こっち側から行く流れだから。大きい。今覚悟してどこ行った？まずいやつ。全然わかんない場所が。場所が全くわからん。敵の居場所がわかりません。噛んだし。敵の居場所がわかりませんぞ。まずいな。調子乗りすぎた感がある。グズグズなんだが、機動力逃げ回ってるだけじゃダメだぞ。 ちゃんとロケランをしっかり撃っていかないとダメだよな。いるな。これなんかいた。やばいやばい、詰まってる詰まってる。また殴り倒されるのか、いやだー。後ろにあんの？後ろにあるやつ意味わかんないな。グズ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 。アナキンいた。グズグズだぞ。これもう一発撃ってくる流れあるな。危ない危ない危ない。グズ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 ですね。どんだけモールに助けてもらってるんだ。モールを助けなきゃいけない役割のはずなのに。で、役に立っていない私のロケトルをなんとか生かしていきたい。これ意外となんかこの黒いもやで見えないんだよね。そんな至近距離で撃つ必要あったのかな。危なダメかダメか。よし、こっからは押しに行きましょうか。こっからは押しに行きましょうか。ほぼほぼ役に立ってませんでしたからね。いいですね。いいよ、変わってあげるよ、変わってあげる、変わってあげる、変わってあげる。君はインフィルトレーターは接近戦してなんぼなんで、オーバーライドしてるにはもったいないです。私がバリア張って、
横にしてオーバーライドしましょう。まあ、向こうの方が先に終わりそうな雰囲気はあるよな。ナイス、いけそうですね。完全に押し込みましたね。そう、相手を下げることさえできさえすればワンチャンあります。宮殿のドアをすべて開放、自由射撃モードに切り替え、フェーズ3に備えよう。ワンチャンありますからね。宮殿を防御し、ドアをなんとかモール使いたいな。とりあえずそこにいるね。とりあえず一旦こう置いといてあげるよ。そこきつそうね。失敗は認めない。回せろ。うわ、なんだなんだ、混乱してる混乱してる。ベイダー混乱している。ベイダーが混乱している。しかし朝撮っているとはいえ若干噛みすぎですな。どこだ敵は。ハンソロ頑張ってるなあれ。どう無理だよね。活躍してる気しないもんね。俺が活躍していないということは他の人たちがたくさんポイントを持っているということ。ちょ久々のナブーちょっと頑張りたいんだけどな。目立ったのは私のグズグズ操作のエアリアルの動きを皆様に発表した以外に何一つ見どころが今のところないが、何がしかしとなっておりますが、いやこれはきついね。さすがにガードでも忍びきれないね。アナキもいるね。なんかありますか？ちょっとなんかヒーローを使いたいという欲があるせいでスペシャルユニットに思い切ってポイントを触れないという、思い切ってポイントを触れないというね、悲しみがあります。待て待て、これエアリアル動画になっちゃうな。それもエアリアルが活躍してればいいけれども、下手くそエアリアル動画になってしまう。嘘だろ、嘘ではない。というわけで、なんだねこれは。一応若干こううまいこと裏を取って相手のねミサイルランチャーとイオンディストラクターを止めてるシーンも1回くらいはあったと思います。そして見事にね、あの味方のオビワンじゃないや、ダースモールのね、アシストもしていたような気がします。まあ、ただ助けられていただけというのも、事実としてありますけれども。というわけで、コミュニティクエスト第2弾、このように、始まっておりますので、皆さん、ログインお忘れなく。といったところで今回はここまで。ではまた次回。ご視聴ありがとうございました。またみってねー。